ちは、今日は、ちょっとお休みなんで、まあちょっとのんびり一日見せていければなと思います。少し出かけて、で夕方、まあ夜にちょっとこっちに地元に戻ってきて、でちょっと 2,3 時間ぐらい動画編集して、でまあ夜ちょっと今日ちょっとトレーニングが結構遅くなりそうなんですけど、まあ早ければ10時とか、まあ、11時ぐらいから2時間ぐらいトレーニングできたらなって思ってます。今日久しぶりに11時半ぐらいまで寝て、普段結構早起きで基本的に睡眠時間短いんですけど、なんかすごい今日寝たなって感じします。皆さんよかったら最後まで今日も見てってください。海浜幕張にちょっと来ました。で今日ちょっとどこ行くか全然決めてなかったんですけど、まあ、なんとなくアウトレット行きたいなって思って、ちょうど電車で行けるんで海浜幕張久しぶりに来てみました。学生時代はよく、まあ、ここにあるゴートジムでずっと毎日トレーニングしてたんで、結構まあ馴染みのある場所ではあります。ナイキとアディダスあたりをちょっと見て、それじゃあちょっと行きましょうか。ちょっと雨降ってきちゃったんで早めに帰らないと。ちょっとナイキ行ったんですけど、だいぶ商品微妙だったんで、今からアディダス行きます。
友達が買えた新しいカメラ使ってちょっと試しに動画撮ってます。うまく撮れてるかわかんないんですけど、撮れてるといいな。で、今からちょっと編集するんですけど、携帯でいつもやってるんで、それをちょっとお見せできればと思います。で、まあ、まずは携帯、これが iPhone X かな、 iPhone の X ですね。で、三脚をつけて、まあ、固定してます。で、基本的に外で動画撮るときとか、今まではずっとこれ使ってて、で、これとあと、まあ、編集するときは、まあ、やっぱ充電きますですよね。今ちょっと充電がもう全然ないんですよね、確か。17% しかちょっとないんで、充電しながら、あとはこれですね、変換アダプターなんですけど、これすごい便利で、充電器、充電用のアダプターと、あとイヤホンとかもまあ、させるようになってるようなアダプターになってます。まあ、外だとこういうものすごい必要になってくるかなと思います。いつも使ってるアプリが VLLO っていうアプリなんですけど、まあ、こんな感じで今から編集していくんで、ちょっと頑張ります。ちょっとアリオが閉まっちゃうみたいなんで、まだちょっと全部終わってないんですけど、一旦場所移動したいと思います。とりあえず先に動画のカット編集だけ終わらせたんで、胸と2と、あと足しもできればちょっとやっていきたいと思いますので、切ってきます。入ってご飯食べたりして、今日は早く寝ます。